僕の動画を見てくれたことで人生が変わります。今回は漫画家のお金の話です。皆さんは漫画家っていう人たちはいくらもらってると思いますか？この動画を見たら漫画家がいくらもらってるか分かります。ここで多くの人が思うのは、有名漫画家は印税いくらもらってるって話をしたがる人が多いんだけども、僕はそんな話はしません。もっと現実的な話をします。今動画を見ているあなたが漫画家としてデビューしたらいくらもらえるかという話をしますね。最後まで聞いてね。大体ね、デビューしたての漫画家で1枚の原稿料6000円から1万円ぐらいと思ってるといいと思います。これは雑誌によって違います。もしかしたら今出版業界不景気なんで5000円とかいうところもあるかもしれないね。漫画家っていうのは1枚につきいくらという形でもらってます。1ページで終わる漫画というのはほとんどありません。みんなが読んで知ってるように、漫画っていうのは何ページも何ページもページをめくって読んでいくよね。まあ、読み切り漫画だったら短くても、そうだな、ストーリー漫画だったら16ぐらい、平均24とか、月刊誌だったら30ページとかいうものもあるかもね。長いものだったら40ページ50ページってものもあるかもしれない。何ページにもわたって漫画っていうのはストーリーが展開されるから、1枚絵を描いたら終わりということはありません。なので1枚いくらの原稿料かけるページ数という形でもらいます。その1枚の原稿料の値段、これは雑誌によって変わります。って思う人が多いんだけども、漫画家の原稿料ってみんな一律一緒じゃないからね。そうなのって思ってる人がいると思うんだけども、例えばアルバイトの時給みんな一緒かな？違うよね。働いてるお店とか工場とかによって違うでしょ。例えば同じお店でも深夜だったら深夜料金でちょっと高くなったりとか、決して一定ではないと思わない？サラリーマンのお給料だって A の会社 B の会社 C の会社って勤めてる人がいたらみんなお給料は一緒ってことはないと思わない？もしかしたら男性と女性でも違うかもしれないし、学歴とか年齢とかでも違うかもしれないよね。漫画家も人によって原稿料は違います。大手出版社、日本の三大出版社って呼ばれてるところは集英社、小学館、講談社、この3つが大手出版社って言われるところだけども、ここはやっぱりね原稿料高めです。これは一般企業でも小さな町の会社よりも大手会社の方が保証が大きいような気がしない？それと同じです。やっぱり会社が大きくなれば漫画家の原稿料も多くなります。でこれはね、まあ大手会社というよりも雑誌がいくら売れてるかで決まるんだよね。雑誌がたくさん売れてるところは原稿料が高くなり、雑誌があんまり売れてないところは原稿料が安くなるっていう感じかな。それで6000円とか1万円とかこう振り幅ができるんだけども、でも6000円と1万円だったらだいぶ違うよね。およそ倍違うから、結構ここって漫画家にとって重要だよね。まあ6000円くらい1万円くらい、まあ大体あって真ん中の8000円で計算しようか。1枚8000円とします、原稿料が。そしたらその人がその漫画で書いたページ数をかけるわけです。計算機持ってきたよ。例えば、まあ、平均的な読み切り漫画の24ページ書いたとしようか。そしたら、19万2000円が原稿料となります。だけどそっから1割引かれるのね、税金を。なのでかける 0.9、 そしたら漫画家の手取りは17万2800円になります。 OK？ 今皆さんが漫画家デビューして原稿料1枚8000円のとこだったら、24ページの漫画を書いたら17万2800円もらえるということになります。これはすごく現実的な数字です。原稿料は安いとこだったら、例えばまあ6000円のとこだったらかける24にして、でかける 0.9 だから12万9600円になるか。だいぶ安くなることになるよね。だけど1万円のとこだったら24ページ書いたら24万円だから、かける 0.9 だから21万6000円、結構もらえるよね。これが漫画家の原稿料となります。たくさんのページ数を書けば、50ページ読み切りとかだったら原稿料かける50になるから、さっきの8000円だったら50かけたら結構な金額になるよ。例えば4コマ漫画とかの連載作家だったらページ数は2ページだったり4ページだったりすることもあるよね。そしたら原稿料かける2ページ2枚、原稿料かける4とかになるわけね。4コマ漫画の人はやっぱページ数が少ないと生きていけないんで、連載ではちょっと高めに設定されてることがあるようです。だからこれが毎月あったら漫画家は、まあ、生活していけることになるけれども、1回コピー
切りだったらこれじゃあ生活していけないよね。例えば1年間に読み切り漫画1回しか書かなかったら1回20万円ぐらいもらったとしてもその20万円で1年間は暮らせないから、これが連載だったら毎月毎月あるわけですよ。例えば1回の漫画24ページを連載だから毎月書いてると、そしたら今言った計算の原稿料が毎月入ってきます。まあサラリーマンと近いような感じになっていくけども、読み切り漫画だけだったら辛いよね。だけど漫画家がデビューしてすぐに連載っていうことはなかなかないので、最初はやっぱり読み切り漫画から始まるから、デビューできたとしても最初から漫画1本で食べていけるっていう人はほとんどいないです。たまにいるけどね、たまにいるけれども、だいたい最初は他の漫画家さんのとこにアシスタントしながら自分の漫画を描くとか、何か別のアルバイトしながら自分の漫画描くっていうふうなことになることがほとんどです。多分多くの世間の人の耳に入ってくるのは売れっ子漫画家の話はよく入ってくると思うんだよ。例えば印税が何千万入った、何億円入ったとかさ、華々しい話ばっかりが聞くから、いかにも漫画家ってお金持ちみたいなイメージがあるかもしれないけども、今言ったようにさほどもらえないんだって思ってる方がいいと思います。ただまあページ数をたくさん書けば原稿料も増えるんで、でこれを見てる人の中には、私はお金のために漫画家になろうとしてるのではない、漫画でお金をもらおうなんて不純だわとかって思ってる人もいるかもしれないけども、そうではなくて、漫画家はサラリーではなくてギャランティーなので、原稿料がもらえるっていうことはそれだけ自分がその仕事をやったっていう証だし、面白い漫画を描けば描くほど仕事の依頼も増えてきて、単行本も売れて、自分の漫画が人気になれば出版社から必要な人だって思ってもらえれば、お金いりません、もう振り込まないでくださいって言っても振り込まれるものなのね。たくさんのお金をもらえるっていうのは汚いこととかずるいこととかじゃなくって、それだけ世間の人を喜ばせたってことなんだよ、自分が必要とされてる証だから。むしろどんどん漫画を描いてお金を儲けてほしい。この動画を見てるあなたに面白い漫画を描いて億万長者になってほしい。なぜならそれはそれだけ楽しい漫画を描いて世の中の人たちを楽しませてくれたっていう証だからですよ。その人がたくさんお金がもらえるのは、漫画っていうのはそういう世界なの。なのでぜひこれを見てる皆さんには絵とか漫画とかでお金を稼いでほしい。ぜひ漫画家になってください。僕は、週刊連載っていうのをやってたんで、なんかその週刊連載やってる人っていうのは特別なんでしょ、ハヤトさんは最初からできたんでしょっていうふうに思う人もいるかもしれないけども、当然僕もデビューした直後っていうのは漫画だけで食べていけなかったし、連載をする前っていうのはポロポロ読み切り漫画の仕事をもらえるだけでした。だけどいい仕事をしていけば次も書いてくださいっていうふうに言ってもらえるし、自分の漫画を読んだ他の編集部からもうちで書いてくださいっていうふうに言われるようになってくる。純粋に実力主義なのね、漫画の世界っていうのは。週刊連載やる前にもう読み切りばっかりしかしたことなかったんだけど、もう週刊連載やる直前、多い時でね2ヶ月で5本の読み切り漫画を受けたことがあります。でその時は当然アシスタントなんていなかったから全部一人で書いたんだけど、だいたいねページ数もう20年以上前のことだからあんま覚えてないけど、確か120ページぐらいを2ヶ月で自分一人で書いたかな。まあ、原稿料安いとこ高いとこいろいろあったんだけども、全部合わせて80万円ぐらい一人で稼いだと思います。だからこれを見てる皆さんも読み切り漫画だけでもそれぐらい稼げる可能性があるっていうことです。参考本とか出してなくてもね、まあ、これがリアルな漫画家の原稿料事情ですね。誰も教えてくれないでしょこんなこと俺は言うからね、俺はその業界にいたから現実味のある話ができる。他の漫画家さんの原稿料を俺は全部知ってるわけじゃないけども、自分の原稿料だったらはっきり言えるんで、例えば俺が週刊連載やった時1枚1万円だったのね。毎週20ページの連載をやってたんだよ。だから20ページかける4週間あるから1ヶ月ね、そしたら80ページでしょ1ヶ月書くのは。で1枚1万円だから80万円になるわけや、月収が。でそれでやってました最初は。漫画家っていうのは年齢性別学歴一切関係ないんで、例えば10代とかでも週刊連載始めたら月収80万とかなるんだよ。これ見てる人が高校生だとして、その高校生がポンってデビューして週刊連載始めたら高校生でも月収80万もらえるんだよ。で単行本が出たら印税ってものが入ってきます。まあ、これはサラリーマンとかでいうボーナスみたいな感じで考えてもらうと分かりやすいと思うんだけども、原稿料とは別にもらえるお金のことです。その話はまた別の動画でしたいと思います。漫画業界にいたペガサスハイドのリアルな漫画の原稿料のお話でした。何か悩みがあったらペガサスハイドに話してみませんか。僕は日本一の人生相談所を目指しています。お医者さんやカウンセラーができないことを僕がやってゆきます。
ハイドチャンネルでは楽しく自分のことを好きになりたい人のために笑えたり役に立ったり生き方を考えるきっかけになる動画を発信していきます。チャンネル登録をすると動画の更新がいち早く分かり、プレミア配信やライブも見逃すことがありません。ぜひよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。